こんばんは、モルゲンです。最近バイトを始めて、私なんか高3の時からずっと、高3の時に初めてバイトしてからずっとあのカフェのチェーンでバイトしてたんですよね。なんかタリーズとかエクセルシオールとか、あとスタバとちょっとブルーボトルとかでやってたりして、ずっとカフェを転々としてきたんですけど、 YouTube 始めてからそのバイトをしなくなっちゃって、なんか最近またカフェバイトを始めました。なんか、まあ、YouTube もね、全然最近更新できて、2、3月にちょっとなんか体調を崩しちゃって、でそっから全然更新できてなかったんですけど、まあ、YouTube もそうだし、その YouTube 以外の仕事をもう結構一人で作業するみたいなことがだいぶ多くて、ちょっとそろそろ社会と関わりたいなと思って、カフェのを始めました。でなんかよっかな、今日はもうカフェバイトの話しかしないんですけど、なんか今働いてるところはチェーンではないけど、まあカフェ&ラウンジ、カフェとちょっと価格設定が高めのところで、私はね、実はラテアートがめちゃめちゃバーがうまいという隠し芸があって、まあ、長いことやってるんで当たり前なんですけど、こんな感じでラテアートを日々しております。そうっすね、カフェでバイトをするのも2年ぶりぐらいとかなんですけど、1ヶ月前ぐらいかなに今回のバイトを始めて、まあ初日にレジ立った瞬間に、私の中で2年ぐらい眠っていたカフェ店員の人格が目を覚まして、完璧な接客をしてしまいました。まあね、今6月ということで、まあ、新生活も落ち着いてきて、新大学生の皆さんとかはね、そろそろバイトを探し始めたりしてるんじゃないかなと思うんで、カフェバイトのねメリットを一つご紹介したいと思います。私が思うカフェ、まあ、メリットっつうか、これはなんかカフェバイトを始めて半年ぐらい経った時に思ったんですけど、笑顔の瞬発力がえぐくなる、笑顔というか表情の瞬発力がえぐくなる。なんか例えばこう街でこうやって歩いてる時に人とぶつかっちゃったと、私に非があるというよりは、その先方に、例えばあっちがちょっとスマホとか見ててぶつかられたみたいな時に、ああみたいな、でも先方がこう謝ってくださった時に、あ全然大丈夫ですみたいな、とんでもないですみたいな、接客用の笑顔がマジ0コンマ1秒ぐらいで出る、まあ、こっちが悪かった場合、こっちがぶつかっちゃったみたいな時は、なんか本当申し訳ないですみたいな言葉と顔面がマジで秒で出てくる。だから感情よりも先に表情と言葉が出てきてしまうという、いいことなのか悪いことなのか分かりませんけど、それはねすごいすごいなと思いましたね。なんとこの話、まあカフェでのバイトって結構いろいろ業務、まあ、レジしたりドリンク作ったり、まあ、食事フードを作ったり、ラウンドとかね、その店内を回って下げ台に置いてあるものを下げたり、あとテーブルをクリーニングしたりっていう作業がいろいろあるんですけど、私が一番好きなのはドラルルルッテンダスター交換。なんか飲食店でバイトしてらっしゃる方にしか伝わらないと思うんですけど、ダスターっていう、まあ、布巾みたいなものがあって、まあ、例えば作業台を拭いたりとか、あとお客様が使うテーブルを拭くやつなんですけど、普通の、まあ、飲食店だったら 2、3 時間に1回とか
交換するんですよね。あの一回洗って消毒液とか漂白剤とかにつけておいたりするっていうダスター交換っていう作業があるんですけど、これしか楽しくない私は。マジそんなに私シフト入ってるわけじゃないんで、一回一回のシフトの一回一回のダスター交換が本当に大切なんですよね。私がシフト入ってる時間帯で他の人にダスター交換されると、マジ怒りというか憎しみに近い感情が湧いてしまいます。なんだこの話。まあカフェバイトいろんなチェーンでたくさんしてきたということで、私が今まで働いてきたお店の特徴つか、まあ、契約に反しない程度で良かったところとか、これはなみたいなところをお伝えできたらと思うんですけど、まずタリーズかな。私が初めてのカフェバイトしたところがタリーズで、まあ、カフェバイトどころか人生で初めてのバイトだったんですよね。高校3年生の時に大学じゃねえや高校3年生の最初ぐらいで辞めてて、それなんかもともとその当時から行きたい大学と行きたい学部が決まってて、でそこがあんまり、まあ、入試の方式もそうだし学ぶ内容的にもあんまり学力が必要とされないようなとこだったんで、その高校3年間の1年間をみんなと同じレベルで進度に合わせて勉強していくよりは、まあ、大学辞めてバイトをして学費稼いだ方が賢明かなと思って高校を辞めてひたすらバイトすることになったんですけど、でその時に初めてのバイト何しようかなってなって、まあカフェかおしゃれやしと思って、まあ、もともとカフェってかすごい好きだったんでしょうねわかんないけど、その1年間は本当にだからそのさっき言ったタリーズ、エクセ、スタバはまあ最速で入社できるのは高3の12月からなんで、まあ1年ぐらいなんですけど、をこう3つを掛け持ちしてローテーションしてましたね。本当にやばい時とかは1日朝エクセ行って昼タリーズやって夜スタバに行くみたいな、3店舗移動するみたいな生活をしてて、こっちかなんか同じところをぐるぐるしてる気がする。なんかこの最後の動画を上げてから自分の動画のあのコメント欄とか、あとどれだけ登録者が増えたとかも1ミリも見てなくて、気づいたら登録者の方16万人を超えてて本当にありがとうございます。コメント欄も見ました。本当になんかご心配をおかけしていたようで申し訳ありませんでした。なんかこの前めっちゃそう体調良くなって結構元気になってきて、で久しぶりにあの何度かラジオでお話しさせてもらってるようなゲイバーのにいたんですけどそこであのお世話になってる方にちょっともう YouTube やめよっかなみたいなお話をしたら、いいみたいな、いいと言ってないけどそれはちょっとさすがにもったいないわよみたいな、もったいないとおばさんは思いますみたいな感じで言っていただいて、とりあえず1本あげなさいよみたいな風に言っていただいたので、こんななんかね適当な動画になってしまって申し訳ないですけど、とりあえず生きているよという報告でした。皆さんはねどうだったかな私がいない間コメント欄とかでね近況報告してもらえたら、まあ、読むかもしれないです。で最近はすごい結構まあ、バイトも始められたし
結構仕事の方も順調だし、結構生活の方は、楽しくなってきたかなと思います。あとなんかこれ言うかもやったんですけど、大学辞めたんですよね。これでかい。そう、まあちょっと、ね、年齢とか言ってなかったんですけど、私は大学4年の代の今21で、今年22歳になる年でした感じで、そう、大学を辞めました。生きていける目処が立ったというかまあ大学卒業っていうあれを捨てても、まあこの先自分の力で生きていけるかなっていう目処が立ったのと、まあ学ぶことは全部学びきったかなというところです。私高校もね、退学して高卒認定取って大学に入ってるんで、今中卒なんですよね中卒と呼んでください。それでは、誰が見るんだろう。バイト終わってぼーっとしてたら終電が今ね、ない時間帯なんで、でも家までね、またあと8キロぐらいあるんで、適当なところでタクシーでも拾って帰ろうかなと思います。すいません、私が歩いてただけで。また失礼します。